こんにちは、羽鳥です。本日のこの動画は、高3生、大学受験生に向けて、スタディサプリをどう使ったらいいか、今の時期にどう使ったらいいかということの、動画です。ぜひ役立てて、残りラストスパートの1ヶ月、またはその大学受験後の学習に役立ててください。では、まず、最初に、講座一覧を見てください。講座一覧に、共通テスト対策講座っていうのがあります。こちらで、さまざまな科目、共通テストに対策の、講義っていうのが見られますので、前の動画で言った通り、紙を出して、しっかり予習をして、動画を見てください。これにより、残り1ヶ月で実践力っていうのをつけることができます。あとは、具体的に志望校が決まっている、生徒さんには、志望校別の、講座も、ありますので、志望校対策講座ってことで、このように、国公立から、私大、有名私大ですね。有名私大から、まあ、中堅私大までの、対策ってのが、こちらの講座でできますんで、最後の実践力、赤本をやり込んでるとは思うんですけど、最後の最後の実践力っていうのをこちらの講義で、冬休みを使って、仕上げていただけたらと思います。中にはもう、志望校っていうのが決まってしまっている、高3生もいるので、またはその受験が終わって、大学の勉強をしたいけれども、どんなことが、この勉強したらいいか分かんないなんていう生徒さんもいらっしゃると思うので、この未来の教育講座っていうのを見ていただいて、自分がおすすめなのがこの世の中、藤原先生の世の中の講義ですね。こちらの、まあ、6つの辺があるんですけど、こちらをこう自分の専門分野に沿って勉強していくんでもいいし、もちろん全て見る価値のある、動画で、今まで高校時代までは正解がある、正解を探す勉強でしたけど、そうではなくて、正解のない問題に対してどう考えていったらいいかっていうことを、こちらの動画で勉強することができますので、ぜひ、見てみてください。あと、自分がすごく見ていいなと思ったのは、この地球目線で考える触れる地球講座っていう、こちらの方の動画も非常に素敵だったので、ぜひ、見てみてください。いいでしょうか。最後にこの1ヶ月、スタディサプリを使って実践力をつけて、最後の最後まで現役生の力は伸びると思うので、頑張ってやってください。それでは、See you soon. Goodbye.